はい、ということで今日もねメンバーシップ動画やっていきたいと思います。今日はね、愛について語ろう。やっぱりこう人生唯一ね幸せになるためのなんていうのかな、まあパラメーターっていうかさ、愛っていうパラメーターは幸せとの因果関係においてやっぱり一番重要なんじゃないかなっていうね。そう、この辺も AI によって解き明かされるのかどうかあれだけど、まあ私が本当に生きてきた限りにおいて、まあ、この幸せと愛の関係についてちょっとね、まあ、ちょっと俺本当にねあんまり誰も言ってないようなことをちゃんとね、体系化したいなというふうに思います。愛されるってさ、まあいろんなことがあるじゃん。いろんな愛され方っていうのがあってさ、まあもちろん親子の愛だったりさ、夫婦の愛だったりさ、家族愛だったりするわけでさ、ね。あと、なんだろうな、いろんなのあるじゃん。思いやりの延長で言えばさ、こう、近隣の人だとか、友達だとか、友情だとかさ、ね。いろんなレベル感だったり、いろんなこう質の、いろんな種類の愛があると思うんだよね。うん、で、この愛っていうのは本当に定義まずすごいしづらいもんなんだけど、俺はね、なんだろうな、結論から言うと、人生の幸福度は、この愛の出入り、どれだけ人のことを愛せるか、まあもうちょっと言うと正しく愛せるか、ここ大事。正しく愛せるか、正しい方向性のベクトルの愛で愛せるか、もう一つはこんなの正しい形で愛されるか、ね、こう正しくない形の愛っていうのは本当にね毒にもなるっていうね。だから愛っていうのはある意味こうなんだろうな、わがままなものになっちゃうとそれは毒にもなるっていうね、まあ、それは過保護っていう言い方ができるのかな。本当にやっぱり危険なものだったりもするんでね、うん、だけど正しく愛されたら正しく愛せる人が愛せる人になれるっていうね、わかる。まあこれはこれぐらい、これはここはもう本当にあると思うんだけどさ、で、まあ、最も簡単なエピソードとして最愛の人に、わめっちゃ綺麗今日なんか空が、最愛の人に先立たれるっていう人はさ、ね、悲しいことだよ。でもさ俺思うことがあってさ、まあ一般的に言ってね、統計的に親というのは早くに死にます子供より。でじゃあ親から受けた愛が親が死んだ後もなくなるのかって言ったら、俺なくならないじゃんっていうね、なくならないし、むしろその愛がその人を育てたっていう、そのなんだろうな、愛の蓄積がその人の人生を、まあ、愛し方を変えるし、その心の安定を常にもたらすっていう、その蓄積になるって考えたんだよね。だからこうやって考えると、もうめちゃめちゃ結論の仮説から言うと、俺の中ではやっぱ人生の幸福度はいかに愛されたかのその面積で、ね、面積、愛される瞬間的に愛される量があるし、それがねどのくらい持続したかっていうのもあるし、でその面積が、そんなんだろうな、その人の受けた愛情なわけで、それがね案外幸福度につながってんじゃないかなっていう、人の幸福度に最も密接に関係してるんじゃないかなっていうふうに、ね、思うわけですよ。でこのやっぱ正しく愛されると正しく愛せるのよ人をね。で、まあ、自分の経験を言うと、なんだろうな、じゃあうちの自分の親が俺を愛してなかったかっていうとそうじゃないと思うね。
愛されてはいたと思うんだけど、愛し方がさ、やっぱちょっと違ってたんじゃないかなって思うわけ。あまりにも過保護にしないって、放任主義だったのよ。ちょっと簡単に言うと放任主義。うん、で、親父は、酔っ払って暴れるところがあるっていう。でも別にそれと愛はさ、関係ない。関係ないっていうか、まあ、正しくじゃあ愛されたかっていうと、まあ、比較的愛が不足して育ったと思うんだよね。だいぶ。不足してたか、まあだからな、愛されてはいたけどなっていうところがあるよね。それが正しく愛せたかっていうと、多分それはちょっと一般的には違った形になったんだろうなって思う。だから自分も愛し方がちょっとよく分かんないっていうところがあって、まあ、だから何が正しいかっていうベクトルの問題、ベクトルというかそのね、メモリの問題があるけどね。メモリの問題はちょっと今回はとりあえず置いといたとして、まあ絶対値、そのね、量と質の問題について言うならば、やっぱりこう正しく愛せたかっていうところはすごい大事になるのかなっていうふうにね思いますよ。はい。で、まあそんな中で、なんだろうな、自分の愛が歪んでしまった、愛し方がさ分かんなくて歪んでたってことにを認知できなかったんだよね、俺はね。なんでこう自分の愛情が正しく認知で、自分の愛情の形が正しく認知できなくて、それが正しいかどうかすら分からない状態の中で人のことを好きになったり愛そうとすると、やっぱりこう気持ち悪い、気持ち悪いっていうか、なんだろうな、やっぱこう自分のエゴのために、自分がなんか気持ちよくなるために、なんか良かれと思ってやる行動が相手にとっては良くないっていうことって、まあ過保護になったりとかさ、なんかこうすごいエゴになったりとかさ、やっぱこうおかしなこう気持ち、感情がさ、こう出てっちゃうんだよね。まあそれはこうなんか愛情を受けてない人の特徴と言ってもいいじゃん。つまりやっぱりこう正しく愛されれば正しく愛せるようになって、正しい量、適量を愛されないと、なんだろうな、やっぱり人の、その人の愛がいびつになって、そういう人がまた別の人にをいびつにしてしまうっていう、そういうこう、なんだろうな、まあ、社会として全体の構造として、そういうロジックが働いてんじゃないかなっていうね。感じがあるじゃない。で、その上でね、もう大事なことがある。まあちょっとね、そこじゃない。大事なことじゃなくて、そんな構造の中ね、俺はやっぱ正しく愛せなかったっていうところがあって。で、なぜね、なぜそれがね、俺今正しく戻ってると思うの。そうすごいよく分かって、なぜ正しく戻ったのかっていうと、なんだろうな、本当に30後半ぐらいから。俺なんかすごい正しく愛されたんだよね。なんだろうな、こう恋愛っていう言い方なのかどうかもわからないけど、人に正しく愛されたんだよね。本当にすごく大事にしてもらったっていう経験があって、それはもう愛ってさ、もうなんか彼氏彼女じゃなきゃいけないとかさ、そういうわけで、そのなんていうの、いや、その不倫とかさ、なんかこうセカンドパートナーみたいな今流行ってるけど、そういうこう、そういうことじゃなくて、こうなんだろうな、人を大事にする気持ちってさ、なんだろう、いろいろあるわけよ。別に。いろいろあると思うんだよね。で、まあ大事にする思いがあるから、まあ付き合ってる人がいたら、ね、他人とはそういう、あんまりこう、ね、そういうことをしないとかさ。そのエッチじゃなくて、その愛情を交わし合わないとかみたいな話もあるんだけど、でもやっぱりこう、なんだろうな、やっぱそういう、そうじゃない愛情っていうのもあるじゃん、やっぱり。ね。だから、でも本当にね、正しく愛されて、正しくね、愛されたんだよね、本当に。で、それで自分が分かっ、それで何かが満たされた感じがしたんだよね、自分の中で。で、それから、なんか、まあ、その人のおかげで俺は正しく人を愛せるようになったなっていうふうに思うわけで、愛され方の問題、
でそっからまあなんかこうなんだろうな、やっぱ愛し方愛され方の形の問題とか量の問題とか質の問題とか、あのそんないろんなね愛があるってことを学んだ上で、その今思うことね、今思うことやっぱりこう人間の幸せとの因果関係の話ね、やっぱり人間との幸せとの因果関係ってこうやっぱりね、じゃあ愛情をたくさん愛された方が幸せなのか、愛した方が幸せなのかっていう問題もあって、ね、もちろんその愛された方が幸せなんだと思うんだよ、ね、俺の経験からね、こう無償の愛みたいなことを本当にこう見返りを求めない愛情みたいなもののことを言ってるけど、まあまあ一つ正しい形の一つとしてやっぱりそういうものがあって、であれば別に何だろう、人にこうエゴを押し付けていいのかっていう話ではなく、その人のことを本当になるようなことを無償でやってあげるっていう愛情がまあたかりにあったとして、まあ、それが正しい愛情の一つだとしたとして、やっぱりそういうものをいかにどれだけ自分が受けるかっていう、その面積で、ね、時間と量と質と量と面積の問題をやっぱりこうちゃんとね、こうちゃんとこう面積受けある一定受け続けると、それはその人にとってのその何だろう、幸せのベースとなるって思うんだよね。たとえ愛した人がと別れたとしてもね、たとえこう死に別れたとしても、別れたとしても一人の人が愛せなくなってね、いろんな事情で愛さなくなったとしても、でもさ、その人から受けた愛っていうのはさ、なんか俺の中では変わらずそのなんだろうな、心のこうベースとして残ってる感じがするね。いろんな人から受けた愛が自分の心をやっぱりね強くしてるし、安定させてるなっていう、そんな思いがあるんだよね。でそれがやっぱり人間の幸せにすごいつながってるんじゃないかなって思うわけですよ。つまりね、どういうことかっていうと、愛された方がいいってことじゃん、ね、これで話は終わりじゃないんだ。じゃあさ、そういう人たち愛されたらいいじゃんってことじゃん、人は。じゃあどうしたらいいのかって、これさね、これギブとテイクの話で言えばさ、面白くない？ギブとテイクの話で言えば、ギブとテイクの話で言えばさ、面白いよね。逆に考えたらさ、需要と供給っていう意味で言えば、ね、需要がめちゃくちゃあるわけじゃん。人から愛されることが幸せだとしてさ、面白い構造だよね、これ。みんながさ、幸せになりたくてさ、愛されたいって思ってるわけ。ね。つまりこれ、ね、ゼロサムゲームにするためには、ね、みんなを愛せばいいってことなのよ。わかる？ものすごいシンプルな答え、ものすごいシンプルな答えだよね。まあ俺はだからそこは心がけてるかな。その人にとって、まあ俺がただ俺のことを正しく愛してくれた人のみたいに、俺はみんなを愛してあげればいいんじゃないかなって思うわけなんですよ。すごくシンプルで、シンプルに。だから。なんだろう、人のことを思いやって生きるっていうことも、やっぱりそこがやっぱり素晴らしさっていうかさ、心のベースのところで言えば、それがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなって思うわけですよ、ね、だからでね、やっぱりそういう風に生きてると、やっぱりこう周りがね自分を愛してくれるんだよ。でね、今のじゃあ世情がどうなのかっていうね、世の中のその社会がどうなのか、今なんかどうなのかっていうと、やっぱこう愛が歪んでるんだよね、やっぱりね。で歪んでたりちょっとおかしかったりするんだよ。で量も質も足りてない国だなと思うわけで、これね、俺いろんな国行っててさ、そういうことも感じてて、国民性っていうのもあるんだよね。国民性っていうのがあって、で微笑みの国タイみたいなこと言うじゃん。やっぱね、タイ人優しいのよね。
そういうなんか、まあその背景の宗教的な話とか、そのなんかいろんなことは置いといたとして、そのもう結論から言うと、これもね、やっぱりね、戦争があったり内戦があったりしてあった国っていうのは、こう愛について病むんだよね、うん、それもわかる。だから戦争の何がいけないかっていうと、そのなんだろう、そういう根幹、人の幸せの根幹となる愛情をいろんな形で歪ませて、その絶対数、絶対量も含めて、形も含めて、なんかこうおかしくするんだよね。おかしくする。だから、その愛の逆のパターンってあって、マイナスのエネルギーみたいな、マイナス愛だとするとさ、やっぱそれがこう戦争を生んだりさ、人を傷つけてやろうっていうさ、なんかそういうこう、ね、目には目を敵にしていくとさ、マイナス愛にはマイナス愛をみたいなことになっていくと、なんかおかしくなってくるんじゃないかなみたいな、ね、ことが あったりもしますよね。はい、ということで今日ね、そんなようなことを、まだねこの話、いろいろな、なんだろうな、そういうベクトルで見るとね、いろんなこう理論や概念っていうのが、まあ、あったりもするなってこともわかると思うんで、まあ、いずれにしてもなんかこうそういう気持ちでね、なんか生きてると人に対する優しさみたいなこと、まあ愛って言ったらなんかちょっと大げさだけどさ、ってちょっとした優しさとかさ、思いやり、相手のことを思う気持ち、まあ、これ愛じゃん、っていうのが周り、自分の周りを変えていくと思うし、その力は誰にでもあるなって思うので、人生を幸せにするため、相手を幸せな人生を送らせるために、なんかそんなことができるんじゃないかなっていうふうに、ね、思いました。